はい、こんにちは、桜井健三です。えー、今回は脳萎縮を考えるをテーマにお話をしていきたいと思います。えー、多発性効果症の最大の問題点の一つがこの脳萎縮になってくるわけですけども、脳は一度障害を受けると基本的には回復しない臓器ということで、 脳萎縮も当然その例外ではないわけですね。で、多発性硬化症の治療をするにあたっては脳を守る、すなわち脳萎縮を起こさないということをターゲットにやっていくわけなんですけれども、この多発性硬化症の脳萎縮とはですね、どういうものなのかについてですね、 今回お話をしていきたいと思います。今回のポイントはですね、萎縮する前に対応ということになってまいります。では、この3つでお話ししていきましょう。1つ目がですね、MS の脳萎縮2つ目が萎縮するとどうなる。そして3つ目が萎縮に効果のある薬剤。 ということでお話をしていきます。まあ、すでにですね、多くの方がですね、多発性硬化症の治療薬を使って予防してるんじゃないかと思いますけども、今の治療が適しているかどうかですね、この動画を見ながら再確認していただきたいと思いますし、今回の動画がですね、少しでも参考になったと思っていただけるようであれば、チャンネル登録ですね。 どうぞよろしくお願いいたします。では、早速一つ目ですね、MS の脳萎縮についてのお話です。まず、多発性硬化症において脳萎縮は必ず起きるのかということですけども、答えは脳だと思いますね。ただ、全体で見れば顕著な脳萎縮が見られるというふうに言われています。どれぐらい顕著かというと、MS を患っていない健常者が年間マイナス0.2%程度の脳の萎縮と言われるのに対して、 メース患者はマイナス0.4から0.8ということで約2倍から4倍の速度で脳萎縮が進むというふうに言われているわけですね。で、この脳萎縮がどの時期から始まるかということなんですけども、発症して10年ぐらい経ったら二次進行型になるじゃないかと。そういう時期から進むのであればまだいいんですけども、実は病初期ですね。どれぐらいの初期かというと、 診断されるかされないかと言われるような一発目の発作の CIS と言われるときですね。このときから脳移植は進んでいて、その CIS、それから再発寛解の時期があって、二次進行の時期があるわけですけども、どの時期においても同等な脳移植が起きているというふうに言われるわけです。そしてこの脳移植はですね、再発に関わらないんですね。再発が多い方はそうなんですけど、再発が少ない方、ないしは再発がない方も脳移植が進んでくると。 これが多発性効果症の本当に恐ろしいところではないかなというふうに思うわけです。では、この脳の溶石をどのように測定するかということなんですけども、つまり脳意識をどのように判断するかということなんですけど、現状は MRI を見てですね、主治医が肉眼的に主観的に評価をして、萎縮してるな、してないな、あるいは数年前の画像と見比べて進んだな、進んでないなと見るわけですけども、 1>, 1年や2年前の MRI と見てもですね、比較してもですね、正直ほとんどわからないと。10年ぐらい前のものと見比べれば、おそらくだいぶ萎縮したっていうのは見えると思うんですけど、10年前のものと見比べて萎縮しててもですね、もう時遅しですね、打てる手がなくなってますので、もうちょっと早く考えなければいけないと。そこで脳の容積を測定できるものとして、例えば AI、人工知能ですね、AI。それからですね、別の場所を測定して、それから、 脳の溶石を推測するような手段。それから、眼科の検査方法で OCT といって網膜の厚みを測るものがあるんですけど、OCT を測定することで間接的に脳の溶石を判断する。こういう手法もあるわけなんですけども、AI を除いて両方ともあくまでも推測の域を出しませんので、実質脳の溶石をしっかり測定するのは現状は AI しかないと。 ただこの AI もですね、どの施設でも当たり前のように使えるようなものでは残念ながらまだありませんので、治療の組み立てとしては、脳萎縮相帰、脳萎縮しないかもしれないですけども、脳萎縮はするものだという前提のもと、治療を病床期からしっかりと組み立って,ていくというのが基本になってくるかと思います。ちなみに我々の施設で AI を使える時期が少しあって、ちょっと測定をしてみたんですけども、 のの施設の方はですね、結構しっかりとした治療をつやってる方が多いという条件のもとで測定をしたんですけど脳意識のスピードはマイナス0.3%健常者がマイナス0.2% ms が0.4から0.8ということで、やっぱり治療している分少しいいかなというところですけれども、健常者に比べるとやっぱりちょっと早い1.5倍ぐらいの速度かなというのが我々の施設での結果でありました。では二つ目ですね、萎縮するとどうなるということですけれども、脳萎縮が進むとどうなるか。 ざっくり言えば認知機能障害になるわけなんですけども、もうちょっと細かく言うと、高次脳機能障害と言います。で、この高次脳機能障害の中にもいろんな機能があるわけなんですけども、この中で多発性硬化症の病床期から落ちやすいのがですね、注意力とか集中力、それから情報処理速度の低下とか、あとは視覚的記憶が低下する、なんていうふうに言われます。で、こういうのが低下するとどうなるかというと、 仕事をしているときに、時々ミスをしたり、あるいはちょっと時間がかかったりですね、そういうような症状が出てくるかなと思うんですね。で、例えば認知症で代表的なアルツハイマー型認知症ってあるんですけど、あれはさっきやったことが頭に残らない、つまり忘れてしまうというような表現になるんですけど、そういう症状っていうのは少なくても病初期にはほとんど出なくてですね、周りから見ると、忘れっぽいっていうよりはですね、ちょっと変わった人みたいなですね、それぐらいの変化。 から始まで、この工事の特にこの情報処理速度との評価というのはですね、SDMT とかですね、パサットなんて言われるですね、そういうようなもので評価をすることができるんですけども、最近ではですね、iPad を使って iPad の中でピッピッピとやれるやつがありますので、これあの、ぜひ一度やったことなければ主治医の先生に相談してみていただいて、 やってみて自分の機能というのをチェックしてみるのはありかもしれないですね。ちなみに iPad のソフトだからということで、あの、個人でできるんじゃないかと思うんですけど、ね、それながらできなくて、病院でしか今使えないということになっている次第であります。ではですね、この脳意識が進むと、並行してこの高次脳機能障害が出現するかというと、答えは脳なんですね。これある程度脳にはネットワークがあって、多少脳意識があってもですね、このネットワークがカバーしてですね、 高事の一定の機能を保ってくれるんですけど、その一線を超えてきた時に症状として表に出てくるわけです。すなわち、高事能機能障害が検査上ないという方でも、脳萎縮が進んでいればですね、いずれですね、高知の機能障害が出てくる可能性がありますので、やはり、このいかに脳の萎縮を抑えるか、ここが最大のポイントになってくるということは改めて間違いないかなというふうに思います。じゃあ3つ目ですね。 えー、脳萎縮に効果のある薬剤についてのお話ですけども、じゃあですね、この脳萎縮が起きるんじゃないかということに対して、どのように対応していくかですね。まずは、脳萎縮してしまった脳はですね、残念ながらどうしようもないので、脳萎縮する前の段階で脳をどうやって守るか、これを考えなきゃいけないわけですね。で、すなわち、病初期から脳萎縮が進みますので、 幼少期からしっかりとした脳萎縮に効果のある薬剤を使っていくことが重要になってくるで、脳萎縮がほとんど出ない方もいますので、この辺はですね。個人差もあって、えっ、ー、と別の動画でもお話ししましたが、えっ、ー、と要は不良因子でですね。こういうの何個ぐらい持ってるか加味してですね。 ええと、脳萎縮がしそうなのか、あるいは悪くなりそうなのかを判断してもらえればよろしいかと思いますが、まあ基本的には先ほどもお話した通り、脳萎縮ありきで治療を組み立てていくのが望ましいと思います。じゃあ、この脳萎縮に対してどういう薬剤が効果を示すか、脳萎縮の進行を抑制するかということですけれども、タイサブリ、ケシンプタ、それからジレニアイムセラ、それからメーゼント、そしてテクフィデラ。 この辺までが脳萎縮抑制の効果があると一応報告されています。逆に言えば、アボネックス、ベタフェロン、コパキソン。ここにはそれらの十分な効果がないということも知られていますので。なので、あの、脳萎縮がですね、このコパキソンとかアボネックスとかで進まない方も確かにいるのは事実なんですけど、本当にこう、たまたま運が良かったという結果論でありますので、もう最近ではですね、病初期の段階でそれらの薬を使うということは、 どど僕は推奨してないかなというふうに思います。で、ただですね、この3つの癖、アブネックス、ベタフェロン、コパキソン、頭文字取って ABC、ABC 療法とか言うんですけど、この ABC 療法も、ね、いいところがあって、やっぱり安全性が非常に高いんですね。そういう意味では、疾患活動性が大冒ちしてるだろう、50歳を過ぎた方ですね。それからこの ABC 療法を長くやっていて、遡って脳意識がやっぱり出てないと、進んでないというような方、こういう方はですね、あえて、 今お話しした強い薬剤に切り替える必要はないのかなと、このまま行っても何とかなる可能性はあるかなというふうにも思いますので、まあ、この辺も主治医の先生とよく検討をしてみていただければと思います。はい、今回はですね、脳萎縮を考えるについてお話をしてきましたが、結論としては、萎縮する前に対応をということになってまいります。この脳萎縮ですね、近年本当にいいトピックスになってですね、 えっと、高次脳機能障害、それから疲労なんかにもつながるんじゃないかと。従来は再発や寛解やとかいう言葉がですね、多発性硬化症の中核であったんですけども、近年ではこの脳萎縮が中核になってきているということで、ここをしっかり治療しなければいけないということですね。まだまだ再発を中心に治療している方というのも多いように感じていますけども、 この脳意識が大事だということをですね、ぜひいろんなところでですね、広めていただけたらありがたいなと思います。えー、今回の情報ですね、少しでも参考になったと思っていただけるようであれば、ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします、えー。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。